イントロクイズのスピリットミュージック。この番組はイントロクイズサークルオンタマがメンバー共通の趣味であるアニメソングの成分少し多めで、好きな曲やコンテンツの話、さらにはクイズの時に考えていることなどのトークを通して、皆さんと一緒にクイズの世界を盛り上げようと奮闘していく番組です。事前に一つのトークテーマを決めてトークを始めますが、最終的な展開は撮ってみるまでわかりません。今回参加するメンバーはキョンとヤツオとナルとソキウスと、今回もゲストとしてドラ君が参加してくれています。はい、よろしくお願いします。ドラ君が参加するゲスト回最後の回と今回はなります。で、この5人で今回お送りします。というわけで、前回前々回とスフィアとミュージックレインという特集会をやりまして、安尾くんの、そしてゲストで来てくれたドラくんの、まあ、人となりじゃないですけども、こういうのが好きなんだみたいなとか、もちろんスフィアだったりミュージックレイン所属している方々の魅力みたいなのをお伝えできたかなっていうふうには思ってるんですが、ドラくんがゲストで参加してくれる最後の回なので、まあ、もっと自分の好きなものを語ってもらおうということで、今回のトークテーマは今の推しを語ろう第2回でございます。以前推しを語ろうという企画をやったので、まあ、今回はそれに引き続き第2回、あの収録からだいたい3ヶ月ぐらい経ちました。今推してるものは何だろうなっていうのをみんなに聞いていこうかなと思います。じゃあ早速だけど、じゃあなるくんに聞いてみようかな。はい、なるくんの今の推しているコンテンツだったり楽曲だったりアーティストだったりっていうのは何がある？2000年代のアニメソングがすごいいいなって思ってまして、うん、なんでその2000年代なのかな。ちょっとこれもあの前のスピリットミュージックの推し曲コーナーでも語ったんですけど、練馬大根ブラザーズのマジアバ、はい、ありましたね、マジアバがあるんですけど、まああれがこうクイズの大会で出題されて、うん、突如こうドハマりしたという、まあ、謎アニメソングであるんですけども、なんかそこからなんか火がついて、まあ、アニメも見たんですけど、うん、なんかこう2000年代の楽曲の雰囲気だったり、あとそのアニメの世界観っていうのも、ちょっと練馬大根ブラザーに関しては結構カオスなアニメにはなってるんですけど、本当に当時は全然2000年代のアニメソングはもう全然聞いてなくて、まあ、たまにちょっとこう、うん、まあ、テレビで放送されてるのを見る程度だったんで、あんまりこう愛着っていうのはなかったんですけど、うん、まあ、そこからこう出発していろいろ聞いてって、例えばなんですけど井上麻里奈さんエナジーという曲があるんですけど、エナジー、うん、アニメ銀盤カレードスコープというアニメのエンディングですけども、これがこうすごいなんかバラード調で、それでもってすごい聞いてて、うん、すごい心にしみるあのいい曲だなってなってて、あのいつの曲なんだろうって調べたら2005年ってあって、あ、また2000年代だとなりまして、それは本当に偶然だったんだね。それで、まあ、最近ですとスプラッシュキャンディー深呼吸という曲があるんですけど、アニメ貧乏姉妹物語はオープニングテーマであるんですけど、あったな、なんかちょっと懐かしいな、確かにもう本当その感じですよね。アニメの概要も調べたんですけど、本当にあの子、うん、両親が亡くなるというか、父は蒸発し母がこう急性指定っていう中で、お姉ちゃんと妹が仲よく明るく人生を生きていくんだって、まあアニメであるんですけど、その感じとこのスプラッシュキャンディーの深呼吸を聞いてはすごいマッチして、とてもほのぼのするいい曲だなってなって、あ、いつのアニメだろうって調べたら、あ、2006年だってなりましたなるくんにとってはやっぱり0年代の作品ってまだアニメをそんなに見てる状況ではなかったから、まさに今後追いでどんどん見てってるって感じだけど、そういう意味では新鮮なのかな、やっぱり。そうですね、今まで全然意識してなかったところが、なんかこう自分の好きな曲で聴いてる中で、あ、気がついた、うん、その2000年代のアニメソングいいなってなってて、でそんでもってあんまりこう知られてなかったりとか、まあちょっとうん、なんかその当時生きてた人は知ってる人は知ってるみたいな、ちょっとコアなところっていう部分もなんか相まって、うん、あ、ちょっと2000年代アニソンいい曲めちゃくちゃあるなってなって、うん、そこら辺を中心的に聞いたりしてて、どんどん推し曲を発掘してるっていう感じですね。
もう結構今意識的に2000年代のアニメ作品の楽曲を彫ってるって感じ？そうです、まあ、基本的にまあアニメソング、アニソンイントロしてて、あ、これちょっと2000年代のアニソンか、うん、じゃあちょっと試しに聞いてみようかなっていう感じで、ちょっとこう自分で音源で持っていたらちょっとまとめてちらっとこう聞いたりしてっていう感じで聞いてますね、うん、ゼロ年代アニソンは徐々に作品に寄り添っていく曲が増えていくっていう時期だと思うんですよね。90年代って J-POP のタイアップ作品とかが増えてきて、またジャムプロジェクトの話になりそうな気がするんですけど、ジャムプロジェクトがアニメに寄り添った古き良きアニソンを大切にしていこうよっていうので旗揚げしたのがやっぱり2000年なので。そうだね、ちょうど分かりやすい。そういうところからアニメと楽曲がそれぞれ寄り添っていくような形をとっていって、2005年とか6年とかに爆発的にそういうアニメが増えて、アニメソングも増えるっていうのが一番そういう時期だったと思うので、うん、そういうところからアニソンって魅力的なものがやっぱり増えてるなっていうのは感じますよね。今後すごいなんか壮大な企画案として、オンタマ的にアニソンの歴史を振り返ろうみたいなこともやりたいなとは思ってるけれども、そこでもそういう話題は出てくるような気がするな。そうですね、したいですね。じゃあドラ君に聞いてみようかな。ドラ君が今推している楽曲でありコンテンツであり、まあ、アーティストであり、なんか今喋っておきたいものがあれば。ちょっと前からですけど、 VTuber っていうのを見るようになりまして、はい、YouTube はやっぱ見る時間が増えて、うん、結構 VTuber さんってそれこそね、前回か前々回かで話を上げた僕声が好きですみたいな話をしたと思うんですけど、うん、やっぱり見た目をバーチャルに、まあ、頼る分っていうとするとあんまりいいことじゃないかもしれないんですけど、うん、その分声が優れた人っていうのが多いように感じるんですね、 VTuber っていうのに。声とパーソナル性のその組み合わさった時に生まれるものってでもいいかな。そうですね、本当にそこはあれですよね、その声優ラジオとかでも結構そういうところがあるかなって思うんですけど、うん、そのパーソナル性をもっと高めた、まあ、強めたところとしてこの VTuber っていうのがあるのかなっていうのは一個思ってるところではあって、まあ、声が秀でてるっていう意味で、うん、本当に歌が上手いっていうところも一個あるのかなって思っていて、それこそ VTuber って事務所が2個でかい二次三次っていうところと、はい、ホロライブっていうところがまああって、はい、まあ、売り方も二次三次を使ってとバラエティなのに対して、ホロライブの方はホロライブアイドルプロジェクトっていうプロジェクトでやっているだけあって、アイドル性をすごく売っていくようなコンテンツなんですね、うん、なので曲を本当にどんどん出していくし、結構曲を作ってるメンバーも、なんか前回から作ってるメンバーの話しかしてないけど、しなくもない作ってるメンバーもやっぱり文化的にね、その歌い手文化からちょっと流れるところも一個あるのもあって、ボーカロイドのプロデューサーが作ってるオリジナル曲とかもあったりとか、あとはね、うん、もう本当にアニソンとかに書き下ろしてる強い、まあ、あのモナカであったりとか、はい、あとはまあ再現アルテリファクトとかも書き下ろしてるし、はい、あとはあの立花亮介さんと島崎彩人さん、はい、まあ、マッシブなんだっけ、はい、マッシブニュークルーかな、 MNK で訳されますけど、まあ、その辺の本当に強い曲を作る人たちがガンガン曲を VTuber にも下ろすようになって、うん、アニメソングの外側にあるこのボカロであったり VTuber であったり声優のだったりってところを含めて講義アニソンとかって呼んだりするんですけど、この講義アニソンの枠の中にやっぱりこの VTuber っていう枠って絶対なきゃいけないような時代になってしまったなっていうふうに感じているところもあったりしますね。で、まあ実際本当 VTuber をしているところが大きいです、最近は。自分もそのなんか VTuber の方々の楽曲の今の状況を見てると、初期ボカロにも感じたような、なんていうのかな、この新しいプラットフォームで何を表現していくのかっていうことにすごい自覚的なものがあるなっていうのをすごい感じるんだよね。個人的には自分もそれなりには VTuber の方何名かぐらいですけど見てるんですけど、どちらかというと興味が個人勢の独特な取り組みの方を注目しがちなところがあるので、はいはいはい、その個人勢独特の音楽性みたいなところ、まあ、実はこの後話そうと思ったのがまさにそれだったんですけど、偶然に。それはそっちの話を後で置いておきますけど、そういったところにこの VTuber でだから表現できる広がりみたいな面白さをちょっと感じてたります。まだまだ自分はそんな深くってか広くは置いてないんですけど、この過去にない独特な文化ですね。そうだね、
トラ君じゃなんか具体的な名前を出すとしたら誰とかもしくはどんな曲とかっていうのあったりする？僕は博士冬樹さんっていう、今ホロライブの話をしていて僕は二次三次の方が見ているので博士冬樹さんっていう、まあ、歌も、まあ、オリジナル曲1曲だけあるんですけど、まあ、どっちかというと、はい、トリニティっていうユニット、まあ、VTuber で高宮リオンっていう VTuber と、はい、フレンヒーリスタリオという VTuber と3人で組んでいるトリニティっていうユニットがあるんですけど、新幹線変形ロボシンカリオンの Z そうなんですよの主題歌を森中和樹のトリニティっていう、森中和樹さんも VTuber なんですけど、で、まあ、その VTuber4 人で歌っているピズナレールっていう曲があったりなんかもしていて、はい、樋口楓さんとかも結構アニタイを出したりとか、まあ、そんな感じにもしてますし、うん、本当にアニソンに話せない存在になってきてるなって感じるところはありますよね。なんか結論が一緒になっちゃったんですけどVTuber の方々とそのアニメ文化との親和性はやっぱり強いので、そういったやられる方々が自身が見ていたとかアニメの曲とかゲームの曲とかは例えばカバーで披露したりとか歌の枠とかで披露するみたいなのもあるしね。そうですね、それこそあれですよね、18禁ゲームになっちゃうんですけど、はい、過去の名作アダルトゲームの楽曲を VTuber がカバーしてとか主題歌に使われてるみたいな。へえ。アイキス2ですね。アイキス 2? アイキス2で、例えばエンディング、アレグレット空と君を、ホロライブの桜美子さんが歌ってたりとか、うん、あとは同じく別のルートのエンディングテーマ、桜んぼキッス、これもやっぱり人気ですけど、うん、これ星野真里が歌ってたり、あとリーフチケットを小月さんがカバーしたのが、それぞれエンディングに使われてますよ、みたいな、うん、感じで、こんなところにも VTuber っていう感じが、僕はもうこれ見てるときにすごい感じ、うん。なかなかいろんなところに出てきますね、みたいな感じで。展開の仕方がね、過去に前例がないだけあって、どんなところにも行けるっていうのはやっぱ強みなのか感じるところはあるので、もうまあいい意味で書き回す技になってくれたらいいかなって僕は結構思ってたりはしてます。この番組ではまだあんまりそのバーチャル YouTuber の方々についての話をそこまでちゃんとできていなかったので、今回ドラ君がゲストに来るってことが分かったときに、やっぱりどっかでバーチャル YouTuber の話しようかなっていうのは実は考えてありました。ありがたいです。じゃあ続いてはキョンさんに振ってみよう。キョンさんの最近の推しは？ VTuber の話が出てきましたけれど、自分は YouTuber の方を最近やっぱりよく見てるので、そちらの方面から紹介したいんですけど、うん、RAB っていう略されるんですけど、リアルアキバボーイズを紹介したいと思っています。はい、リアルアキバボーイズっていうのがダンスチームなんですよね。2006年とか7年とかに結成されて、今8名で活動をされている方々でして、うん、鈴宮敦樹さん、ケイタンさん、ドラゴンさん、マロンさん、村富さんっていう5人で主に活動をしていて、2012年とかにスタードラフト会議っていう番組に出て一躍話題になった人たちなんですけど、そうだったっけか、スタードラフト会議だったっけか、なんかオタクですごいダンス踊れるやつら出てきたぞみたいんで、かなりバズった人たちなんですよ。で、それでいろいろそのままネット上とかでニコニコ動画とかで踊ってみたとかを投稿されてたんですけど、最近になって YouTube の方を動画上げてまして、最近になって新メンバーをオーディションで決めようっていうことになって、新たに3人入ってきたのがネスとトゥーシとゾマヤカじゃないの、この3人が入ってきて、うん、その方々の踊るダンスがね、やっぱりすごく刺さってですね、ほう、つい体を動かしたくなるような、やっぱりリアルアキバボーイズっていう名前からしてなんとなくわかると思うんですけど、本当にオタクの格好をしてかっこよく曲を踊るみたいなところをコンセプトにしてるようなところがあって、そうだね、オタクのイメージっていうものをある種ステレオタイプ変えてさせた上で、それを表現の力で上回っていくみたいな感じとも言えばいいかな。はい、そういう感じですね。キョンさんにとってダンス動画で惹かれる部分ってどういうところなの？さっきもちょっと乗れるみたいな言い方をしてたけど、自分はそういうのにかっこよさを求めるところがあるので、ダンスのかっこよさで、彼らって結構元がブレイクダンスを基調にしてるところがあるんですよ。うん、なんでブレイクダンスの文化って音ハメっていう文化があって、はい、
その場で流れてる音楽に対して音を合わせに行く、振り付けを合わせに行くっていう文化があるんですよ、即興で、うん、そういう音ハメみたいなところを動画内でも大事にしてるなっていうのは感じられるので、そういう音ハメの気持ちよさ、振り付けと音が合ってるなっていうのを見つけるっていうのがすごく今好きですね、うん、具体的にこの楽曲でのパフォーマンスがみたいなのでなんか紹介したいのがある？結構あるんですけど、うん、まあ、まず今一番リアルアキバボーイズで再生されてるのが米津玄師さんのルーザーの動画、うん、ルーザーを踊ってみたっていうのが今一番再生されてて900万くらい再生されてますかね、うん、ルーザーもぜひストーリー付きの動画になるのでぜひ見ていただきたいところではあるんですけれども、うん、自分がまずおすすめしたい動画としてはかっこいいリアルアキバボーイズだったら夜遊びの夜にかける、もう最近の動画だったらまずこれを見ていただきたいっていうところで、夜遊びの原曲を使ってその夜にかけるをフルで踊ってるんですけれども、もう誰もいない夜の秋葉原を使っていろんなところで踊ってるんですよね、うん、すごく惹かれる動画になってるので、各々のメンバーの良さとかもすごく分かりやすい動画になってますし、とにかくかっこいいので見てほしいみたいな、そんなところ、動画夜にかけるで、彼ら結構お茶目な面とかも垣間見えるんですけど、それが一番分かりやすいのが、うん、オタクがメイクユーハッピーを踊ってみた。おぉ、20の。はい、メイクユーハッピーを踊ってみたっていうやつがあるんですけど、うん、やっぱりあれ可愛い系の楽曲じゃないですか。まあ、第一印象それを感じたのね。当然可愛い系の楽曲なので、まあかっこいいとはちょっと離れてるところではありつつも、NiziU の振り付けを意識してトレースもしつつ自らのオリジナリティも出していくっていうところでのリアルアキバボーイズの可愛さとかも垣間見える、そんな動画なので、やっぱりその辺はおすすめしておきたいかなっていうところですね。最近の動画だとそれです。今ドラ君が VTuber、 バーチャル YouTuber でキョンさんが YouTuber って偶然流れがそれきたので、ちょっとその流れで私の話をしちゃおうかなと思うんですけど、さっきちょっとだけ予告的なことを言いましたが、自分がちょっと今回これの話したいなと思ったのは、もうちょっと広い意味でのネットミュージックシーンとでも言えばいいんですかね、そういう感じで最近聞いて、あ、よかったなって思った楽曲の話をしたくて、まずはもうバーチャル YouTuber、 YouTuber とはまた違う意味での、本当に広い意味でのネットミュージックシーンって意味でまず挙げたいのが、本当に今大人気の方ですけど、 Ado さんのギラギラっていう楽曲ですね。今年頭ぐらいだったかな、出た楽曲を最近聴きまして、 Ado さんの中では私はこれが一番好きですね。もともと Ado さんはクジラさんが楽曲制作した金木星だったかなの楽曲で出会って知って、好きすぎてイントロクイズの出題に出したこともあったりしたんですけど、それで Ado さんと出会って、もちろんあのうっせぇわがあったじゃないですか。で、うっせぇわがあった後にギラギラって曲があって、ちょっとギラギラ聞いていただければわかると思うんですけど、私が一番好きなのはあのサビの折り返しのところで三連符の中でどんどん音が上がってって、 Love っていうところのサビの歌詞があるんですけど、そこで使われているメロディーの上がり方がすごく、なんかあえて違和感がある音を間に挟んで最後綺麗に落とすんですよね。そのあえてよくわかんない音って転調したのかなと思ったらそうじゃないみたいな仕掛け方っていうか、その仕掛けと、あとAdoさんの歌い方はもちろん魅力の一つですけど、そこにすごくやられてしまって、で割と最近聴いている楽曲ですね。で、さっきドラ君があの VTuber の話をしたので、次自分もバーチャルで活動しているシンガーの曲を紹介しようかなと思うんですけど、それが音楽のミュージックビデオを流すスペシャ TV とかっていう有名なスペースシャワーがプロデュースしているバーチャルシンガーでメトロミューって方がいるんですけど、そのメトロミューが最近出したアルバムがすごくハマりまして、個人的な性癖じゃないけどポイントにぐさぐさ刺さるというか、それかけるバーチャル独特の性質をうまく使ってるなって私は感じたんですね。メトロミューっていう方は、まあ設定って言っちゃいますけど、設定として
まあ、彼女はシンガーソングライターとして活動してるんですけど、宇宙を漂いながら一人で楽曲を作っているシンガーソングライターっていう設定ってありますけど、やってるんですね。その設定のもと書かれるエレクトロポップと彼女のウィスパーな歌い方、声っていうのが、あ、これは本当にそのバーチャル的な設定と歌い方と音楽ジャンルがもう参上になって送り出してるなっていうのをすごい感じたんですね。具体的な楽曲名で言うと、メロメログルーヴの原曲と、あとはささくれ UK さんがリミックスしたやつがアルバムの中に入ってるんですけど、ステラボックスで聴いてもらえると、メロメログルーヴが最初の方にあって、ステラボックスのアルバムの最後の1個前でメロメログルーヴのささくれさんのリミックスが入るんですよ。彼女自身がそのすごいウィスパーで、しかもエレクトロポップなんで、ずっとすごい前の回で話したフィッシュマンズとは違う意味でのすごい浮遊感を感じるんですけど、ささくれさんのリミックスによってなんか地に足一瞬戻るみたいな、それで最後エクレアグルーヴっていう彼女のプロジェクト名に最後つながるアルバムの構成とかも含めて最近すごくいいなと思ってます。という意味でバーチャルの YouTuber の楽曲をこういう視点で最近聴いてます。なんか薬師丸悦子さんがちょっと想起されるような感じのメロディー感ですね、はい、もうまさにビンゴです。今言おうとしていたキーワードそのままです。やったぜ。これ絶対薬師丸悦子さんが好きな方聞いたらドハマりすると思います。私の感想ですけど、うん、ですね。ちょっと僕も結構気になってるのは薬師丸悦子さんの方ですけど、なんでちょっと合わせてこっちも聞いてみたいですね、うん、また薬師丸悦子さんとは違う感じでのある意味バーチャルでの振り切った浮遊感みたいなところも含めれて楽しめる、今後の活躍がさらに気になるバーチャルのシンガーの方だなっていうのを紹介させていただきました。注目していきたいですね。ありがとうございます。ちょっとこれはおすすめしたかった。じゃあ最後に安尾くんにも聞いてみようかな。安尾くんに前2回でいろいろと語ってはもらったけど、はい、改めて今の知っているものの話を聞いてみようと思います。皆さんがその YouTube 界隈とかで言ってる中で、私はまあ愛も変わらずこう声優の楽曲とかをよく聞いてるんですけど、スフィアなり前に挙げたダイアログなり結構女性声優が主だったんですけど、うん、男性声優の方もですね最近よく聞くようになってまして、うん、最近よく聞いてるのは古川誠さん。おお、古川さんか。をよく聞いてます。自分にないものに惹かれるというか、自分にないもの、すごい色気のある声なんですよね。あー、確かに聞いていただくと分かると思うんですけど。そうですね、まあ、デビュー曲のミゼラブルマスカレード、はい、は特に推しの一曲ですね。ミゼラブルマスカレード、どういうとこ好き？結構これもちょっと発見ではあったんですけど、うん、まあジャズロックというか。そうだね。あ、自分こういうジャズロックな感じの曲好きなんだっていうお発見があったりとか、あとこれもちょっとまあ聞いてみてほしいんですけど、息の抜き方というか歌い方、おあれがいい、あれがいい、伸ばした後のその息の抜き方とかがすごい、まあ、これも色気ですよね。色気だね。あの男性声優さんにないような独特な歌い方をされる感じがしますよね。そうなんですよね。こう爽やかにこういい声でっていうのは男性声優さん割とその共通しているところはあるのかなというところであるんですけれども、うん、やっぱりここまでもってジャズロックに限らずなんですけど、ちゃんと色気を持って歌えるっていうのはなんかなかなかないなっていう印象がありました。うん、色気か。男性声優の色気だと自分はマモ、宮野守さんを思い出すな。僕もマモちゃんを思いますね。宮野さんもそうなんですけれども、やっぱりそのしっかりこう色気を出してくる古川さんの技術というか、うん、すげえなっていうふうに思ってました。今の話聞いて結構思ったのが、僕あのいろいろ聞き流してて、生涯ロックっていうコンテンツで、はい、夜風のホライズン、はい、っていうところで古川さんがボーカルやってるんですよね。はいはいはい。水溜りバスカレルとかもちろん先に聞いた上でこれを聞いたんですけど、キャラと古川さんのその色気がうまくマッチしてるというか、僕その生涯ロックそんな詳しくないので深いところまで言うとちょっと、うん、あのガバガバレるんですけど本当古川さんの良さを
僕商売録で言ったら結構女性声優が歌ってるイメージの方がすごく強かったので、うん、結構そういう意味でも常識を覆されて、この先もこの商売録の夜風のホライズンっていうグループはちょっと注目したいなみたいに思ってたのを今ちょっと思い出してました。商売録といえばなるくんかなってやっぱり前の回のことも考えると思うけど、はい、どうその夜風のホライズンに関しては何か言いたいことがあれば。そのファイナルオピニオンっていう曲が商売録マシュマイレッシュで、マシュマイレッシュが冤罪で一回捕まってしまうんですけど、うん、そこでこう実は他の人がやったま犯行なんだっていうのを、確か弁護士だったかな、その役でその風花さんが CV を当ててるキャラが出てくるんですけど、まあ、その時流れてて、確かにその時も聞いてて、ああめちゃくちゃいいなって思いましたね。最近のその男性声優のソロデビューの動きっていうのがまた活発になってきてるなっていうのは確かに感じるね。それこそ本当に色気もそうだし、また違う音楽性の攻め方みたいなのもあるだろうし、自分は最近だと西山幸太郎さんの攻め方は個人的に刺さるなとかって思ったりしたけど、そっちはなかなかちょっと自分聞けてないんですけど、うん、今後こう聞いていきたい男性声優の一人なんですよね。西山さんのアルバムシティが良かったんだよねって話はちょっと長くなるからやめる。シティをね、そうなんですよね。というわけで今回も皆さんにいろいろな推し用ものを語ってもらいました。今回もなんかまた前回の推し語りとは違う観点でいろんなのが出せたかなと思います。今後も定期的に推し語り会っていうのをやっていく予定なので、次の推し語り会で果たしてどんな観点からみんなが曲を上げるのか、もちろん自分もどれにしようかって考えてますけど、そういうところはまた楽しみにしていただけたらなと思います。ではいつものコーナー参りましょう。この番組では毎回最後に組内で今紹介したい一曲を持ち回りで語ってもらっています。今日はなるくんよろしくお願いいたします。はい、ではいきます。今回私が紹介する楽曲なんですけど、まあ、2000年代にソンが好きということで、まあ、あえて隠していたんですけど、ディコットのあいつという曲を紹介したいと思います。これですね、2001年のアニメ、スーパーギャルズことぶきらんのオープニングテーマに、使われまして、まあ、その、ことぶきらんという、こう、まあ、活発なギャル、渋谷のギャルがいるんですけど、まあ、その仲間たちと、まあ、渋谷で、まあ、こう、まあ、ワイワイガイガイする、まあ、日常系の、まあ、アニメの、オープニング主題歌なんですけど、なんといって、声が、独特なんですよね。もう本当に、歌い出しから、サビまで、独特な感じの声があって、で、それが特に気になって、で、まあ、またこう、歌詞の中の、まあ、あいつというのがもう、これはもう誰なんだって、ちょっと哲学的な感じにもなったりして、で、本当にもう普段だったり、アニメ見てる時も、本当、あいつという曲がもう頭の中でヘビロテしますので、ぜひこちらの方を聴いていただければと思います。事前にアニメも見ていただければと思います。ことぶきらんの話しないのかなって勝手に思ってたけど。ここでちょっと用意してました。なんかディコットパフィーミを感じるんだけど、気のせい。ああ、はい。本当活動期間が1年ぐらいしかなかったんですよ。そうだね、短かったね。いや、あいつ本当やばいっすよ。そんなゼロ伝代アニソンとの出会いからまたナルク的に語ってもらいました。というわけで、まあ、今回でトラ君ゲスト会はここまででおしまいですが、参加してみてどうでした？いや、楽しかったです。正直今3時間ぐらい収録してるんですけど、そんなに経った気がしていないですね。そうですね、1時間ぐらいかなって気持ちいいですね。ちょっとまた呼んでください。ちょっと毎回でも来る気でいるので、ちょっと5人で生きるんじゃないか説が準レギュラーにしてください。マジで準レギュラーを狙っていきたいので、いやーありがたいですよ。ぜひお願いします。技術的なちゃんとした話からこういう自分の好きなものを紹介もしてくれて、ドラ君自身のまたパーソナル的なものも一緒に、まあ4回かけてですけど伝えられたらいいなっていうことは思います。ラジオ会をぜひやってください。なるほど、ラジオ会ですね。はい。それはちょっと今後の案に入れときます。はい、お願いします。大丈夫ですか？先週は技術のことを真面目に語ってたのに、今週はちょっとバカじゃないこいつってなってないですか？結構怖いんですけど。いいじゃないですか、振り幅がちゃんと両面見せるのが。いやー、ぜひぜひお願いします。また、はい、
今日は本当ありがとうございました。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 ではエンディングです。この番組は水曜日と土曜日の夜7時の週2回、プラスアルファで新しいエピソードを YouTube、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast で配信しています。概要欄にはその回で話題に上がった曲の中で Spotify で解禁しているものをまとめたリストへのリンクを貼っています。そして各種ポッドキャスト媒体ではその回に関する簡単な振り返りや参考にした資料などを掲載しています。また YouTube や Twitter でのハッシュタグスピリットミュージックなどで皆様のコメントをお待ちしています。最後にもしこの番組が面白いなと思ってくださいましたら、YouTube のチャンネル登録や高評価ボタン、Twitter のフォロー、サブスクリプション登録などしていただけると幸いです。最後までここまで聞いているイントロクイズプレイヤーの皆さん、私たちとコラボしたい方はお待ちしておりますのでお声掛けください。それではまた次回お会いいたしましょう。